はいどうもこんにちは、ピアソンです。今回はグレイスを使って遊んでいこうかなと思います。常磐最短でグレイスで遊んでいこうかなと思います。で、今回編成がね、かなり軽めだったんで、グレイスにしてきましたということで、まあ、このゲームね、実はね、かなりね、このキャラクター相性が本当に大事で、もう、プレイヤースキルも大事なんだけど、それ以上にもう半分ぐらいはもうキャラクター相性、キャラピックの時点で勝ちやすさがほぼ決まると言ってもいいぐらい、まあ、大事なわけですよ。まあということで、今回はグレースが良かったんでグレースを使ってきてみております。さあ、そこ閉じ込まった。そこね、終わりなんだよな、って言っちゃったな。とりあえずここ囲って、反対側出ないように牽制して、反対側行くかな。あ、行ってない。あ、そっちが乗り越えるんだ。そっちが行っちゃったらもう死ぬくない？ギリ、あー、ギリしないか。まあ、いや、これ、ぶっ刺しで入るんじゃない？オッケー！この直線刺しで一発与えて、もうこれ、死んじゃいますね。あ、もうグレース強すぎ。オッケー、よし。オッケー。で、このゲーム実はね、ほんと女王って、その、一つのキャラクターの性能自体はまあ高いけどそんな高くなくて、で、なんで女王が強いかって言ったら、すごい女王がいるだけで、その、サバイバーの編成をね、潰しやすくなるよね。まあそういったことで、ほんと常磐しておけばサバイバーは、まあ爆速が使いやすかったりとか、回力の速い編成がかなり使いやすくなるんですけど、まあ今回それのカウンターということで、グレースを使ってきております。やっぱなかなかハリンだったりとか、いやー、惜しい。それされたらきつい。爆速とかね、ガラティアボンも結構きついんで、そのね、爆速、まあ、この、かなり回復の速い編成、爆速ほどでもないな、この編成は。けど、今回、救助職がマジで、空軍ぐらいしかいないから、全員当倍で、普通に爆速なんよな。ということで、頑張ってきたけど、これミスったかもしんないな。いやー、これ強い！心理学者ね、残っちゃったらこれ強いよね。まあ、ぐるっと囲みながら、じわじわ溜めていくか。できれば湿気で、もうこれいけるんだけど、いやー、これスキルがね、終わっちゃうんだよな。一発入るぞ、オッケー、入った。まあ、気絶食らったけど、なんとかなるかな。もう一回、もう一回そこ入る。もう一回そこ入っちゃったら、もう閉じ込めて終わりよ。まあ、ただ、学習して、ソース来るんだよね。一回食らったことは、サバイバー、言うこと聞いてくんないから、ここはやりそう。オッケー。で、向こうが回して、回復早っ。まあ、そうか、あんだけ炭鉱近かったら、そうか。やっぱ回復も早いから、やっぱ編成早いな。そこバチってる。また空軍、あ、空軍来てるわ。空軍めっちゃ湿気溜まってる。オッケー。で、そこで空軍指名手配ついて、祭司が向こうのね、構造横回してるから、まあ、今回、祭司かここの空軍祭見てればいいけど、もう一回来んのかな救助。さあ、一発銃を使うのか、一発食らっちゃって、これもう使わないとやばくない救助絶対無理じゃない？しかも一発与える。これ救助行かないと絶対きつい盤面だけど、さあどうするんだ。その大事な銃はいつ撃つんだい。一応こっち側で待っとくか。祭司もワープ、めっちゃいいワープ3つ使ってとかワンチャンあるかなとは思ったけどなさそう。 OK 飛んだ。これも空軍銃使ってほしいけどさすがに無理だなここは。さあここ板割って、さあ残り2台どうしよう。待って、祭司が祭司がこれで湿気踏んでるな。この索敵も強いんだよな。自分がさっきいた場所で踏むと一瞬で分かってしまう。使ってここでね、祭司をうまくパッパと進めることができればいいんだけど、1回囲ってこの広さで囲えばもう多分出れなくない？これ絶対出れないでしょ。オッケー、一発与える。それね、こうグレイスのね振りの速さだったらこれ間に合っちゃうよな。さあシンプルにこの機動力の高さ、やっぱ女王を使ってるとね機動力高いけど鏡一発一発がね重いから、やっぱりスキルがこのスキルをポンポンポンって使っていくこの爽快感がグレースはたまらない。そっち側あんまいないな。箱あさってるかなと思ったんですけどそういうわけでもなさそう。こっち側で回力ちょっとやってたんかな、けどあんま音もしないな。離れてそっち側回しに行ったか。これ回力かなりいいね。3台ともこっち側に固めることできてるから、最悪ここ囲っとくかそうしよう。こう乗り越えて空軍追わないけど、こう囲うだけ囲っておけば、これ回復しようとした瞬間にゲージが溜まっていってしまう。でその間に俺はこの炭鉱を救助狩りする。存在感溜まってたらね救助狩りもこれいけちゃうからな。あ、オッケー。空軍溜まってるな。ゲージ1回当てる。40でオッケー当てる。これもう無理っしょ。救助いけないよ。まだ鬼没も残ってるからな。今回鬼没使ったっけ？1回使ったか。さあ引き離し2回使ったけど折り剣もパワーで、はいオッケー、よしいいね。で向こうがバチってる。まあさすがに銃残ってるから銃うちに来るだろうな。来るか。ああああ打たないんかい。やばい、煽りコーヒーみたいなやつだ。申し訳ない。まあということで、もう一旦遊んでいこうかなと思います。いつになるかわからんけど。さあ、お久しぶりです。またまた常磐されましたということで、2戦目かな、遊んでいこうかなと思います。さあ、追っていきましょう。で、グレイスね、最近評価上がってきてて、まあ、なんでかって言ったら、大会でね、中国の IVC みたいな感じの IVL っていうものがあるんですけど、まあ、それで優勝したチーム、まあ、俺の尊敬するアレックスさんが、最後の試合を4戦目ぐらいかな。最後、グレイスで、勝ちを決めきったってことで、グレイスの評価がめちゃくちゃ上がってるんですけど、まあ、嬉しいね、やっぱ。もともとグレイス使ってた身としては、もう僕一応ね、グレイス1位だったんで、多少は使えるかなとは思うんですけど、まあ、頑張っていきたいというか、また心理か。これこっち側から行くわ。反対側の窓行かれちゃったらちょっとめんどくさいから。一旦ここ湿気は解除されちゃうけど、しっかりとここで追いつけば、次のチェイスが持たんかな。よし。まあ、ただやっぱね、グレイスのやっぱ総合評価としては、やっぱランク戦の強さで言うと、まあ、そこまで高くはない。高いけどやっぱり、俺なんて評価出してたっけな、この間のランキングで。確か、A マイナスかなんか B とかなんかそのくらいしてたよね。女王の1個下っていう風に多分出してたと思うんだけど、まあ、ほんとその通りで、女王の下ぐらいだから、一番メインなキャラクターとして、もう最前線で戦えるかって言われたら、まあ、ややパワー不足な部分はあるんだけど、でもやっぱね、優秀すぎるそのサブキャラクターとしての性能がね、やっぱね、いいね。ほんと女王と一緒。女王と一緒で、サブキャラとしての性能がね、こいつ非常に良すぎる。なのでね、2キャラクター目。まあ、特にね、あれかな、女王を使ってる人はね、ほとんど、占い師番で統一できるし、すごいキャラクターの幅というか戦い方が似てるから、俺は女王を使ってる人にお勧めしたいですね。で、これやばい。普通にムキムキされちゃうわ。まあ、とりあえず一発与えて、めっちゃそこでチェイスするな。この人、イタグル大好きマンだね。さあ、ただこのイタグルに対して強いのがグレイスなんで、全然大丈夫。さあ、乗り越えない。お、乗り越えないというフェイントを覚えた。さあ、乗り越えちゃうよな。ここの読み合いはさすがに無理よ。さすがにね。で、ダウンして、まあ、とりあえず一発、傭兵にも与えて、森林もダウンしてるから、機械技師本体がね、もう回すことできないんで、まあ、まだまだ全然なんとかなるはず。よし。さあ、存在感マックスになってて、中央らへん、確定いくか。多分、あ、痛い。この距離でね、見つけちゃったらもう、まず、救助無理だからな。ここ一発。いやー、ちょっと待って。タイミング完璧だったのに、ちょっと椅子がさ、邪魔してきたわ。強気で攻めて回収で一撃入れるわ。オッケー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 。あー、危ない。素晴らしい。一発外したとしてもなんとかしてしまう。存在感マックスえぐいな、普通に。さあ、これで釣って森林も飛んで残り3台、まあ、残り2台は上がりきるかな。そこの中央がどうかなって感じだけど、もう一回救助狩りワンチャンかけてみる。傭兵が来ちゃったらちょっともうお疲れなとこあるんだけど、義士がこの辺いないか。あんまいないな。どこでしょう。この試合、ああ、そこに傭兵がいるのは確認できたけど、あんまりこの試合マジで、救助ルートがどこかわからん。あんま最初の方見てなかった。そっちから来るんだ。それは予想外すぎるな。まあ、ただこれ半分超えるよね。超える。はい、超えました。オッケー。よし。5割救助、これでかいよ。で、キキーパス発動して、先に、どうしよう。これ普通に殴っちゃおうか。義士殴って、オッケー。で、そのままあとそこにいる妻子仕留めたらもう終わりだわ。よし。いや、マジでグレイス使えるようになってよかったな。本当によかったわ。今その俺が使ってるキャラクターが、まあ、女王中心、まあ今その企画的にやってて、あ、終わりか。女王中心にやってて、で、爆速とか体力早い系来たらグレイス。で、体力遅めな散歩編成来たらハリン。あと、エンジとか来たらハリン。で、いう感じかな。まあ、その3キャラクター今やってるから、あんまガラテア使わなくなっちゃったかもしれないな。ガラテアバンが多すぎてもガラテアなまってるんであんま使ってないです。まあ、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。